なんだろう、わかんない。あ、待って、兄さんの体操。バイオセブン続きをねやっていきたいと思います。では、桟橋のさ先にミヤとゾイがいるって言ってたからそこに行こっか。はい、こっち。あ、待って、え、あー、新しいのが出た。この広場怪しいなていうかさ、これクランクいるみたいな感じだね。そっか、あ、はい、ハンドガンの弾と、ちょっとクランク、早速クランクをどうか。はい、クランク、クランク、はい、これだね。はい、じゃあ行きましょう。なんか音楽があれなんですけど盛り上がってきちゃってる。待ってろ、ミア。桟橋を渡った小屋って言ってたっけ。なんか下から出てこないでね。どこだ。あれ、あれ、クラン、クランクを使うと。はい、はい、オッケー。ふう、で、うわー、嘘、久しぶり。あ、頭にちゃんと当てれれば一発でいけるんだ。なるほど、ここもアイテムか。バーナー、バーナーか。え、バーナー使うのかな。結構バーナーの燃料手に入るんだね。持ってきてないみたいな。よいしょ。ふう、そっか、ちょっと下から来るってことだから気をつけよう。あれ、来てた。行け行け、走れば行ける。こっちだ。私の方が足は速い。四つん這いの子たちならちょっと無理だけど。うわー、今言ったばっかり。当たってないな、頭に。オッケー。うわー、いた。いつ来た。開けて開けて。わー、この周りはアイテムなしと。ふう、あれ、入れない。びっくりした。バーナーであの子たちやるのかな、やるんだったのかな。ショットガン、あ、セーブ場所だ。こんな近いところにセーブ場所ってことはだよ、絶対ここなんかやるって。あ、はい、じゃあアイテムも、ん、あ、グレネードランチャー使えって感じか。焼夷弾を使う感じね。はい、あ、ショットガンね。じゃあちょっとグレネードランチャーを、バーナーどうしよう。とりあえずもうこれ戦闘があると踏んで用意してセーブしましょう。あれ、上にもめっちゃ役、何、そんな強敵持ってない。はい、じゃあちょっと待ってね。さあ、じゃあ行こうか。いやー、何と戦うんだろうな。はい、格納庫。ミア、ちょっと待って。あー、怪しさ100点満点だ。あ、アイテムが下にもあるから、やっぱ上下線って感じだね。ん、上り下りするとこは2箇所しかない。
上は関係ないかな。おー、やー、めんどくさそう。ミヤ、ミヤ、ミヤ。ぐったりしてる。で、ゾイだ。やっぱこのショートカッゾトイの。か。ゾイ、俺は。後にして、今は時間がない。材料は両方持ってきたの？ここにある。持ってきたよ。これで作れるか。急いで作らないとまずいね。きっと父さんとルーカスは近くにいる。父さんが来る。もうすぐ来るわ。オッケー。二人分あるね。二人分？てか、あのパパってジャックパパのこと？血栓を作った後はどうするんだ？外に止めてあるボートで沼を渡るんだ。でも血栓を打たないと私たちは出られない。私の分は？ね、イーさんは大丈夫なの？そもそもなんかもう手首くっついたりとかおかしいことになってるよ、ゾイ。本当に3人分いるんじゃないかな。はい、じゃあ受け取ります。ちょっと、一つは私のだよ。待って、始まる始まる、これ始まる始まる始まった。待って、狙いづらい、弾狙いづらい、あ、狙いづらい、あ、2発なんだ。さあ、何発か分かった。さあ、ガード、おい、すごいぞ、ジャック。あ、分かんなかった。ハンドガンだと何発なんだ。5、6。ちょっとビタで当ててないから分かんないな。でもショットガンだと2発って感じだ。あ、ちゃんと当てないとダメか。あれ、当たってないの？あれ、ここ2つある、海が。ああ、降りてきた。ちょっと上がろうか。走って走って、はい、上がる。よいしょ。上がってる途中にやめてね、攻撃してくんの。よいしょ。で、リロードしつつ、ハンドガンか。あんまりさ、遠いからかな、2発じゃないの。え、なに今の、下にいたのに当たるの？開けたね。あ、違うね、潰せたのか。あ、そうそう、ちょっとショット、アイテム、アイテム、あ、降りちゃった。やばいやばいやばい、下にいるのに、この子。はい、で、アイテムをゲットしつつ、やばい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 、捕まえてやるぞ。やめてやめてやめて、上がってますからやめてください。やばい、凶暴になる前にアイテムは全部、だいたいさ、こういうのって凶暴になるのよ。はい、ちょっと動かないでしょ、さすがに。あとどこだ。あ、なるほど、よいしょ。狙い、あとどこだろう。え、当たるのこれ。でもここだ。で、はい、はい、あ、いたいた。はい、はい、まだ、はい、ガード。ガードできてるのかな。こっちに1個あってるのかな。なかった、ここら辺に1個ガード。そういえばさ、グレネードランチャーの使いどころが分かんないんだけど、どこだ。ちょっと上行こっか、分かんないから。私が上行かないと上行かないよね、きっとこの子も。
いいからじっとしとるよ。やなこった、じっとなんてやなこった。あ、ほらほら、あるよある、ここ。あ、こっちの手も、あれまだ手、まだだ、ちょっともったいない。まだ、はい、オッケー。え、どこだ、あとどこ、パパパパ、どこ、パパパパ、ちょっと回復しちゃう。あれ、待って、上から、ええ、あー、上から来るかと思った。グレネード、あ、あ、ガード間に合わなかった、ガード間に合わなかった。はい、構えて、ニサ、構え、ガードガードガード、ガードできてるからこれ。はい、リロードして、はい、あ、あ、あった、あ、顔なくなっちゃった、ごめんば。さすがにもう終わりだろう。めっちゃここハマって全然動けなかったんだけど、もうやめてよ、ダメだよパパハメるの。あ、イーサン、こっちよ。待って、あー待って、違うの、今後ろに2箱が、アイテムが、え、待って、あ、待って、パパパパ、こいつに結成を使って。え、お前、こいつを助ける気か。ロックに死んでるよ、それで完全に殺せる。え、でも1個なくなるよ。じゃあ撃ちます、はい。え、大丈夫。はい。行こう。ミヤが。あ、待って待って、後ろに開いて、待って待って、違うの、アイテムが。あ、違う、アイテム、あれ、ちょっと待って、後ろ行けない、ちょっと待って、あ、行けた行けた、よかった、もうこれこれこれ、あー、ショットガンの弾、あ、待って、ちゃんとアイテム、待って、あっち行けないんだけど。見て、あそこにハンドガンの、ハンドガンとか、いやー、もうちょっとアイテムを先に集めればよかった。あっちとかも取り忘れてるのと、ほら木箱とかあるもん、ほら何があったの、あ、ハンドガン、ちょっとショットガンの弾じゃない、あれ、待って、行かせて行かせて、もう悲しみ、あ、これ、あ、あ、発見、やった。待って、もうちょっと漁らせてよ、おお、じゃあ行こっか、なあ、はあ、ちょっとあんまりこの使うの忘れてた、グレネードランチャー、せっかく持ってきたのに、はい、結成を使った、あと1本しかない、残ったのは1つだけ、1人分しかないなんて、これからどうすればいいの。動けないけど、あれ、ん、あ、そうだか、待って、ここで、ここでそんななんか選択すんの、あの、え、あの、撃たれなかった方はどうなるのか、もうちょっと詳しく説明、もうちょっとさ、撃ったらこう、撃ったらこういう感じで治るよ、撃たなかったらこういう感じでどうにかなるよっていう、もうちょっとその方の説明をしてほしい。待って、二人とも悲しみに暮れちゃって全然、え、え、待って、どうする。いや、そのさ、ゲームっ子としてはさ、ゲームっ子としてはこのゾイはきっといろんなヒントとか攻略に役立つことをなんか教えてくれそうだし、ゾイの今までのヒントによって生き延びてきた子来たって言っても過言ではない。でもな、ミアはね、好きな人なんだよ、イーサンにとっては。ゲームっ子としては、
いやでもイーサンの気持ちになって、イーサンはだ好きなんだもん、ミアが好きな人を助けたいと思うと思う。ミアにします。ミアを、あーちょっと勝手にさこれ戻るんだけど、ミアを直す。いいんだ、あごめん、逃げるなんて考えがバカだった。でもゾイ、もういい、二人ともさっさと行って、一緒に行こう、誰か治療できる人がいるはず。ここが私の家、ここから離れられないんだよ。助けを送る。そんなのいらない、誰も助けになんか来ないくせに。待って、めっちゃ心痛いんだけど、待って一緒に行こう、せめて。罪悪感がパないんだけど、え、ゾイどうなるの？他に誰を選ぶっていうのか。イーサン、これ脱出。ミア、辛いのは分かってる。でも話してくれ。君が関係してるんじゃないのか。なあ、本当のことを言ってくれ。イーサン、本当に何も覚えてないのよ。頼むよ。着いた船って言ってたの。おい、大丈夫か？今のは何だ？何だこれは？何なんだ？どうなんだ？泳げないの？イーサン、ちょっと。ママ。この手は、あれこの手は、ミアだ、ミアだ。確かになんか船が、ま、ここイーサン、確かにさ、この船がこう真っ二つになってるっぽいね。なんかあの落書きでさ、子供部屋に行くところの落書きで船が真っ二つみたいなイラストあったもんね。っていうかミアはさ、まあ、なんとなくなんか疑っ、なんかずっと思ってるんだけど、ミアはまさかそのか傘的なものか、傘のものか、なんだろう、わかん、あっあっ、イーサン、イーサン、待って、イーサンの傘、イーサン、イーサン、持ってかれちゃったけど、あんな髪の色してたんだ。どうなっている？うわー、なんかもうなんかバイオあるあるだけど、最終的にはこういう近代的な建物に入っていくんだよね。もうこういうのがちょっと近代的になってきたら終盤かなっていう感じが開かない？開くんかい。うわー、やだー、うわー、まっすぐだ。
っちゃう。やば、入るのこれ。待って、もう血清打ったとてまた感染しちゃうよこんなの。ああいけない。あ、もうね走れないね。ミアは走れなくなった。うーっ、記憶が戻ってきて、今のは何なの。フラッシュバックしてる感じだね。ごめんカクンってなった。ふう、ちょっと待ってね、マウスのコードが、よいしょ、はい。ふう、え、うわ、びっくりした、びっくりした。大丈夫ですか。うわー、やめてよ。うわー、ずっと一本道だね、はい、とりあえずセーブさせてくれません。こういうちょっと広いとこやだ。あ、はい。ミアはさ、謎の小瓶なんだこれ。 E001 E001。待って、何にも武器持ってないんだけど。そんな武器を手に入れるとかあるの、ミアは。あ、死んでる、みんな死んでるんだ。動ける。どうした、エンジンルームだ。お前何の話してんだよ。みんなあの子に殺された。おい、なんだよ、一体何が起きてるんだ。何か武器がいる。この船に武器はあるか。俺もわからねえ。でもとにかく離れよう。ここから出るんだ。あの人の後を追う感じだ。何にもないんだね。でもなんかそんな、こっちか。やだ。何の音、何の音なの。もう行き止まり。え、さらに下。ごめん。あく。あ。俺はあいつのパパなんかじゃない。とかは乗ってないけどね。怖い怖い。何にも入ってない。これ動き出したりしないよね最終的に。あいつが俺の中にいる。あの子が入ってこようとしてるってミアも言ってたもんな。それが感染するってことなのかな。うわ、外だ。うわ、でこっちだ。あー、タンカーアナベル、アナベルっていうホラーゲーム、ホラーゲームじゃない、アナベルっていうホラー映画あるよね。うわ、びっくりした。落ち着いた。
思い出してきた？何？現実のあなたは誰？え？あ、現実だ。わあ。私ね、今ちょっとすごく嫌なことに思い当たったんだけど言わないでおくちょっと待って待って待って、この視点やだ、上見ながら上がってほしい。何を言ってるの？そう、言ったのに！待ってよ！お願いだから。私も待つのは嫌なの。うわ、絶対開かないじゃん、こんなの。え、無理だよ、何にも武器持ってないのに。あ、え、これとかどうすんの？そういうことか。てか後でイーサンで来るんだよこれ。あ、ハーブだ。イーサンで来ると思うから残しとく。え、わかんない。え、あ、向こう側にいるやつの音か。どれだって無理だもんね、これ。パンチも出せないもん、ミア。え、待って、こっちまで歩いてきてないよね。待っているんだ。わあ、来てる来てる。怖い怖い。なになに？え、何ですか？あ、薬液だ。え、そういうことか。ちょっと待って、怖い怖い。はい。で、ここ、え、広、あ、こっちにつながってるんだ。こういう感じで負けってことか。あ、怖い。うわ、なんかある！待って待って、そしてアイテムボックス、アイテムボックスじゃない、なんだなんだ、なんか、なんかつく。ちょっと待って、ここくるくる回れそうだから。でもあっちくるくる回れないから、ささっと取って、ささっと取っとっと、何にも入ってないじゃん。何にも入ってなくない？今何にも入ってなかったよね。ちょっと出ようか。あ、ちょ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 、出てきちゃった出てきちゃった。待って、扉開け、開けれるの？やばい、歩いてるもん、目の前。
ーズは手に入れた。ん？ねえ、何にもない。ジャネットへ。いや、元気？この手紙が届く頃には半年ぶりくらいか。こっちは毎日海ばっかり。もううんざりだよ。変わったことといえば、今回珍しくお客さんが登場してるんだ。女の子連れの夫婦で、船長の遠い親戚らしい。タンカーで船旅なんてよっぽどお金に困ってるとか。夫婦。さっき女の子に声をかけたら、横にいた父親にすごい目で睨まれちゃったよ。何をピリピリしてんだか。そういえば船長、身寄りがないって言ってたような。考えすぎか。早く会いたいよ、愛してる。ジムより。だからミアと、だからエブリンと、もう一人だから父親。あー、え、ハンドガンの弾。これさ、イーサンでも来るかな。イーサンのために残しておいた方がいいと思う？どうなんだろう。だってハンドガンなんて持ってないんだけど。え、銃とかある？え、な、なになに、なんでもなかった。アマゾン川のクルーズガイド。なんでもない。え、あー、歩いてる。ここもだ。はい、多分俺たちは助からない。せめて何が起こったのかだけでも記しておく。昨日は夜シフトだったんで、昼間は仮眠室で寝ていた。嫁うつつに子供、女の子の声を聞いたような気がする。気のせいだったかもしれない。19時半頃、やけに廊下が騒がしいんで目が覚めた。機関士のドルーが青ざめた顔で入ってきて、下で何かあったらしい。暴動かもしれんと言った。ドルーは様子を見に出て行ったが、それっきり戻らなかった。待って、足音。うん、50分頃誰かの悲鳴。洗濯場を見に行くと、黒い化け物がクラークを食っていた。あいつは振り返るとサメみたいな歯をガチガチはしてこっちに向かってきた。俺は女みたいには見えて逃げた。モールデッドのことだね。また紙椅子で震えながらこれを書いてる。何匹も化け物が廊下をうるついてる。時折誰かの悲鳴が聞こえるが、もう見に行くつもりはない。俺に書けるのはこれだけだ。うん、ジョパンに。これでアイテムがどこにあるか分かるんだ。ってかもう、ハンドガンくれません？私もしかして序盤にハンドガン見落としてるかな。だってこんな弾だけあるなんておかしいもんね。え、ここあれ、え、待って、ここ筒抜けなの。待って、開けないよね。待って、もうこう、いやー、なんか言ってる。そこにいるもん。消えていなくならないね、ここの子たちは。こっちは開かなかった。あ、こういった方が早いかな。今ここにいるもんね。あ、2匹いるのかな。ちょっと待って、もう行くぞ。そこにいるね。1匹かな。じゃあこっちはいないってことだね。あっちの奥にいるもんね。そうだね。はい。セーブ。え、なにこれ。やった、遅い。でもないと。はい、じゃあちょっとセーブをしよう。